巻いてくるボール最後大野が触ったでしょうか。そうですね、状態で少しスタンディングジャンプになりましたけど、よくゴールに持ってきましたけどね、大野ね、正面でしたね、はい、合わせていくか、狙っていった、枠に飛んでいます。枠行ってましたね、今のもね、逆側狙ってきましたよね、はい、この間の 前回対戦とは、ね、あこれもいなしていきます。敵陣川崎先頭、先頭シュートでいった、枠の左、まあ、ここで勝負できるところと、また組織で勝負できるところ、そうですね、セルジーニョから左、高橋ヨルディバイスをかわした、中に侵入していく、落として前、決定機枠を捉えず、高橋曲がったですね、今ね、ここから自分でボール奪ってからサイドも完全に崩して突破して、ここをまた抜いたんですよね。これもね、坂野が1回前に引っ張ってるんで、ディフェンダー連れてってるんですよね、そこのマイナス見てましたよね、しっかり、まあ、あとは決めるだけっていうところ、自分が点を取るよりもチームの勝利をまずは目指したいと話しています。まあ、そういうね、引っ張ってっていう動きが出ましたよね、はい、今ね。さあ今度はチャンス、京都先頭が巻いていった、この43番が時田、作るか何か合わせてくるか、浮かせたボール落として最後大野、少しね裏をついてきましたよね、はい、セルジーニョボールを入れていった、遠いサイド橋打ち、落としてシュートまでいけるか、金久保渡して先頭が受ける、シュート、村山枠には行っています。今日はコーナーキック、セットプレーのフィーリングが合っています。松本入れていった、近いところこぼれて押し込めるか、弾き出した京都、チャンスになりますね、こうやって今鈴木優斗がそらして橋打ちでしたけど、飯田のパスが引っかかって坂のチャンスになる、ジャエルが空いている、シュートいけるか、ここはよく守った、ただもう一度シュートでいった、清水がしっかり抑えます。前のシュート、本田敵陣侵入して先頭シュートまでいけるか、野田ポストを叩く、ここでよく縦に入れましたよね、うん、でエリア内でボール受けて反転からシュート、まあこの辺の力持ってますからね野田、浮かせたボールこぼれている、ここで試合終了のホイッスル、全力出し合って得点どちらもありません、0対0のスコアレスドロー。